藤本敏和は日本の元アナウンサー、国際放送ディレクター、韓国語講師、翻訳家、大分県姫島村出身、東京外国語大学卒業。1972年 NHK にアナウンサーとして入局し、下関放送局に赴任後、1980年に韓国の四世代学校に留学して韓国語を学ぶ。帰国後は、 国際放送局のアナウンサー兼ディレクターに展示、NHK ワールドラジオ日本の韓国語番組を制作するから、講師として、日本の和光大学、韓国のソウル外国語大学院大学校及び、景気大学校、日本の民間外国語学校、ソウル韓国語学院で授業を担当した。2014年、出生地の姫島村に戻り農業を営む。 2016年11月、姫島村長選挙に立候補し、61年ぶりに選挙戦が行われることになったが、現職の藤本明雄に敗れ落選。2020年11月、再度姫島村長選挙に立候補したが、藤本明雄に再び敗れ落選。藤本、年数、1949国立国会図書館、転居データ検索、提供サービス AB、 61年ぶりの姫島村長選挙がいよいよスタート。67歳の新人候補に本音をインタビュー。選挙 .com2020 年10月7日閲覧。ABCDEF 石毛県藤本敏和ネイティブアナウンサーに学ぶとておき韓国語をくずけ。a b n h k 3 0 d o n g a c o m ハ a ト a b n h k 藤本敏和先生に 韓国政府から文化寄与賞が授与されましたソウル韓国語学院。ありがとうございます。